インゲ・レーマンは、デンマークの地震学者である。地震波の研究や、地球のコアに内核と外核があり境界面に、レーマン・フレン面があることを初めて示した。彼女は、コペンハーゲンのオスタブロに生まれた。父親は、実験心理学者である。コペンハーゲンの大学やケンブリッジで数学を学んだ。保険会社で数年働いた後、即地学者。 ニールス・ネアルンの助手となり、デンマークやグリーンランドの地震の観測に従事することによって、地震学に興味を持った。1928年に即地学の資格を取り、デンマークの測地機関の地震学部門のリーダーになった。1936年、地震の P 波の内閣による反射などについて、地表からの深さ 5150km のところに、 内閣と外閣の境界面があるとする論文を発表し、その見解は数年のうちに当時の指導的な地震学者のベノー・ーグーテンベルグやチャールズ・リヒター、ハロルド・ジェフリーズらによって認められた。1953年にアメリカに渡り数年間モーリス・ユーイングやフランク・プレスと協力し地球の地殻とマントルを研究した。この間、 深さ1 9 0キロメートルから2 5 0トルのところに境界面がことを発見した。1997年、アメリカ地球物理学連合は地球のマントルやコアの優れた業績に対して贈られるイングレーマンメダルを創設した。ありがとうございます。